ああ、お前一人じゃなかったのか。彼女がこの庭にやってきたので、つい話し込んでしまいました。探していたなら、悪いことをしてしまいましたね。こんな屋上の温室にいるなど、わかりにくかったでしょうに。いや、それは大丈夫です。なんとなくわかるんで。なんとなく？どうやってですか？どうやってって言われると困るんだけど。ガキの頃から一緒にいるから、だいたい行動の予想がつくっていうか、そんな感じです。君は彼女の良き理解者なのですね。互いに理解し、信頼し合う。理想的な関係ですね。彼女もさぞ心強いことでしょう。見知らぬ地に来ても、君がすぐ隣にいつもいてくれるのですから。いや、俺もそんないつでもこいつにべったりってわけじゃん。まあいいか。奏で、そろそろ帰ろうぜ。じゃあ俺たちはこれで。本当に可愛らしい二人でしたね。寄り添い、支え合い、互いの存在を拠り所とする。幼年期はゆりかごの中でまどろむように優しい。その殻を捨てるのは苦痛を伴うもの。それでも悲しいかな。物事には必ず終わりが来るものです。一つの鉢に寄せ植えられたバラに大輪の花を咲かせることはできない。鉢を壊すのは茶道部肉の仕事でしょうね。失礼します。お呼びと聞いてきました。2年の如月京也ですが。誰もいないか。理事長先生、まだ来てないのか。ようこそ私の花園へ。歓迎しますよ、京也君。びっくりした。人がいるなんて思わなかった。すみません、君の緊張した顔を見ていたらついいたずら心が湧いてしまって。あ、気のせいかな。あんたはどこかで。君とは少し掘り下げた話がしたい。君のバイオリンには大きな可能性が眠っているようですから。それはどうも。君だけではありません。小日向奏さん、彼女にも最上の美に至る目が眠っている。私は楽しみでならないのですよ。なんでつぼみを切ってるんですか。花を咲かせるんじゃ。このまま花開いても美しくならないからですよ。バラはただそこにあるだけで美しく咲く花ではありません。自然のままの成り行きに任せても大輪の花を咲かせることはできない。こうして摘心することも時には必要です。人が手をかけて初めて自然の中に眠る美を開花させることができる。人間も同じだと思いませんか、如月京也君。理事長先生。